ちなみに今日はアンコールの時一回ブレイクしていつも俺が喋るところは今日ウラザン喋るんでよろしくよろしく。これ絶対喋るよ。いやもういやダメ。これ使うから。これ使うから。もちろん俺かだから。ということで僕が言います。なんか言って帰ってこなかったら寒いじゃないですか。もうだからボーカルって大変だなって思うし、でもガゼットのファンは結構熱いんで、もう言えば返してくれるから俺も結構遠慮せずに言えるんですけど、だから一回ウルハとかにもここでお前に振るからとか言ってもあいつは絶対嫌だって言って結構触れずじまいっていうか、後半戦一発目だから、俺らも最高の夜にしたいんでね。それだけで何人もの人がね、つまらない思いをしたり嫌な思いをするんだったら、俺はライブなんかやる必要ないと思ってます。それは一人一人分かってほしい。他のバンドとかはどうでもいいと思ってるけどね、そういうのを見て見過ごすやつもいるだろうけど、まあそれがプロだっつうんだったら俺はプロじゃなくていいと思ってるし、真剣にライブを楽しんでください。真剣に楽しませるんで、なんでもう一発やります。まあツアーを通じて実際暴力を起こすやつとかマナーないやつ少なからずちょっとだけはいたんですよね。もちろん助け合ってるやつとかマナー守ってるやつらの方が圧倒的に多いですけど、やっぱこうちょっといるだけでたくさんの人が嫌な気持ちになる。でそれをライブには持ち込んでほしくないし、なんでライブやるかって言ったら楽しいからやる、なんでバンドやるかって言ったら楽しいからやるし、なんでライブ来るかって言ったら楽しいから来るわけであって、何かが違う。でも何かが違うなと思ってたのはもう前々からだったんですけど、何が違うとかはやっぱりそこまでは分からなくて、はっきりは。でもそういういろいろなファンの問題っていうのがあるのは知ってたんで、それをまあ見ちゃったから、どうなんだろうっていうか、なんかうちらが BGM だとしてその中で争ってるように見えたんですよ。その時は言いたくないですよね、あんなことは本当は。でもこうやっててここはやっぱ言わなきゃ、なんかいくら何を言われようとも言わなきゃ変わらないだろう、ないんだろうなと思って、お互いって思いましたかね。なんかちょっとルキが MC でファンに対してちょっと注意を促した的なことがあったんですけど、その後にディスチャージをやったんですけど、曲いるかもしれない。ちょっと何かやっぱ怒りというものが
会った後にそのディスチャージってやっぱ放出するみたいな曲だから、すごいなんかもうこのためだけにあった曲なんだろうなぐらいの勢いだったんですよね。感情が何せその曲のテンションにぴったりだったんですよ、ね、で俺あれ作ったんですけど、なんか作った甲斐があったなっていうか、そういうシチュエーションができる曲ってまずないじゃないですか。なんか曲のシチュエーションに合ったところでやれるっていうのは、ましてやライブハウスなんかそんなにシチュエーションができるようなところでもないし、ファイナルじゃない限り、だからそれがね、そういう場に立ち会えたのがすごいびっくりでしたが、なんか流れに疑問を持ってきちゃって、やっぱアンコールだけなんか盛り上がってるとか、なんかそれもなんか疑問に思うぐらいやっぱ そうなってたんですよ。現状ライブがやっぱ力残してんじゃねえのみたいなルキが言ってて、えそうかなと思って、でもそういうのを考えながらこうライブ見てると、ああそうだなみたいな思ったりしてて、でどっかでその俺らがそういう思ってる気持ちをどうやったら伝えられるんだろうっていうので、やっぱアンコールが揃ってなかったりしたら出なくていいんじゃねえのかとか、出なくていいっていうか出ない方がやっぱいいんじゃないかっていう。以上はまあこれ以上はもうならないと思う。熊本の生き様を見せてほしいです。実際本編のライブは楽しくて、そんで終わって、まあ、もちろんアンコールいつでも行けるように T シャツ着て準備してたんですけど、やっぱしこうぬるいというかって感じたんですよね、あの場で。まあ、前から本編でこう燃え尽きてほしいって言ってたんですけど、やっぱ何やるにも反応が大きくないと出づらいし、やらないっていうのもあるからね。キス機嫌悪く書いたわけじゃないから、うちらは。いや俺もいや機嫌悪くねあれもんね次でしょこれ絶頂、やっぱりアンコールを当たり前と思ってる子たちがいるのかどうかわからないんですけど、声がすごく届かなくて、一応っていうか言ってくれてる子たちは最後まで泣きながら言ってくれてるのはものすごく袖で聞いてて聞こえてはいるんですけど、でも俺らの求めてるものっていうのはそのさらに上にあるんだぞ。このだから決してあの時に流した涙は絶対にこの先に繋がるものであって、俺らもあれの涙を知らないわけじゃないんですよ。微妙くね、微妙じゃん。きっと客も揃わないなとは思ってるはずなんだよ。逆にもう一回やらないで帰ってた方が次からはすごい揃うかもしれないよね。これで出ちゃうと結局これでいいんだって思ってたんですよ。微妙だよ。
そういうつもりだったし、今日もみんながもしなんかうわーってやりてえなと思うんだったらやった方がいいと思うだけど、別にこれはもう本編で行き上げたなと思うんだったら俺は今日は出なくてもいいと思う。大丈夫ですか。本編では行き上げました。行き上げたし、ここで出たら俺今日やった意味ねえと思う。ここで出ちまったら例えばさ、この状態でさ、クイックときとするじゃん、おせえよみたいな感じの顔もあるんだよ。まあこんな日もあるよ。次俺がファンだったら、こんだけ予定出てこなかったら、ライブリーさらしいな。あれさ、こんな人いっけ、これ以上来ないから、なんこれ以上望むならやらない。でもそう思うと今までずっとアンコールやってきてたから逆にやんないのが変だなっていう感じするんですけど、そう思うと昔はアンコールなんかなかったよなと思って、出たらハッピーぐらいの、そうなんだろうなってちょっと思い出しましたけどね。まあやってみたら仕組みこの日があってもいいだろうし、やってやりたい、やってやりたいけど、やってやりたいが、こういう日がないと前に進めねえよなって気もする。やめよう、やめる、やめか、今日やめよう。じゃあじゃあジャッジ、じゃあやめる、オッケー、やめ、はい、やめ、しょうがないよ。出てきて当然なんだっていうのはちょっと違うかな。他のバンドは知らないですけど、俺らみんなが気持ちよくないと嫌なんだっていうバンドなんで、そうっすね、あの決断は別に良かったんじゃないかなと、にぎやかにお出口の方にお迎えください。本日はご来場誠にありがとうございました。九州でね、まあいろいろ賛否両論ありましたよ、ライブについて。まあでも僕らは自分たちを信じてやるしかないし、あとファンを信じてやるしかないんで、今日のライブはすごいものにするしかないです。6人目のメンバーなんで、みんながそこんとこよろしく。そんなんじゃ説得力みんなのね、一人一人の声がすごい、メンバーのみんなここに届いた。すごくかっこいいよみんな。ちょっと俺らも負けらんねえなこれな。アンコール、どうもありがとう。まだ体力ある人、若いって素晴らしいよね。